探しがコラボチーム対抗スピードキングは誰だ。今回はこの企画は8月に開催されます佐賀競馬とボートレース琵琶湖の公営競技の枠を超えた夢のコラボ、佐賀滋賀コラボ3回目の開催を記念した特別番組となっております。本日の司会進行を務めます星野亜由美です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは早速本日のゲストご紹介してまいりましょう。まずはこの方、地方通算5359勝、さらに重賞155勝、佐賀競馬を代表するジョッキー山口勲さんです。よろしくお願いします。佐賀競馬の山口です。よろしくお願いします。重鎮が来ていただきました。今日の意気込みは、ちょっと去年来れなかったんで、はい、今日はちょっとワクワクしてます。その2年分の思いをぶつけていただきたいと思います。はい、楽しみたいと思う。はい、楽しんでください。さあ、それでは続いて、2020年10月デビュー、デビューから1年間で歴代最多の127勝をマーク、佐賀競馬のジョッキー飛田真人さん。はい、お願いします。もう仕事終わりで駆けつけてくださったということで、今回の対決楽しみですか？そうですね、もう競艇選手に負けないように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、さあ、そして続いてボートレース界からですね、デビュー通算695勝、通算優勝24回、 G1 6勝、滋賀支部のトップレーサー丸野和樹さん。よろしくお願いします。もうやはり滋賀支部を代表して、はい、もう負けられない戦いと思ってきました。いや、もうせっかく佐賀から来ていただいたんで、はい、ちょっとボートを楽しんでもらおうと思ってます。楽しんでもらって、でもやっつけるぞと。まあ、しっかりね。しっかりね。その辺はね。その辺は、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてもう一方です。デビュー通算464勝、通算優勝5回、滋賀支部からは松山翔吾さん。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。若干気合が足りない不祥じゃないですか？はい、あ、もう動きやすさ重視できました。なるほど、やる気満々。やる気満々ってことですね。はい、はい、じゃあ今日はこの4人で、はい、はい、対決していただくということで頑張っていただきたいと思いますが、佐賀競馬チームから1名、ボートレース琵琶湖チームから1名、それぞれペアを作って対決していただきます。まず1つ目は、ハンドルとスロットルレバーを操作してボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション VR スプラッシュバトルで対決していただきます。で、もう一つは実際にボートレース琵琶湖の水面で本物のボートに乗ってペアボートでタイムアタックをしていただくという、この2つを、争っていただくということになります。で、この2つの対決でより良いタイムを出したチームが勝利、勝利チームにはなんと豪華商品近江牛が贈られますので。お肉は好きですか？あ、好きです。いや、欲しいですね。はい。近江牛大好き。食べ慣れてると思いますけど、はい、大好きです。もうぜひ皆さんこの近江牛かけて、はい、はい、熱いバトルを期待しますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、では早速チーム分けをしていきたいと思うんですけれども、まず情報としましてね、はい、これから VR をまずやっていただくんですけれども、はい、VR 丸野選手は2回ぐらい体験してます。体験してる、はい、はい、松山選手は1回もやったことがないです。初めてです。さあ、お二人、あのゲーム系はいかがですか？いや、あんまりしないですね。あ、そうですか。伊田さんは？僕もしたことないですね。あ、そうなんですね。VR 系は全然。あ、一回もないです。ない。確かに。自信のほどは？いや、めちゃ違います。ということになりました。はい、わかりますね。苦手かもしれないけど、乗ってみたらスイスイ進まれるかもしれないですか？難しいです。実際のボートよりも VR の方がですね。あら。はい。あら。なんで、逆にでもね、やっぱ感覚は持てらっしゃるお二人ですからね。はい、ね。さあ、そんなところを踏まえまして、じゃあチーム分けをしていきたいんですが、どうしましょう？はい、もうグッパでいいですか？はい、はい、もう何でも大丈夫ですか？はい、あ、お互い見えないようにしていただいてグッパしてください。ちょっと待って、それ地方によって違うもんね。あ、そうです。佐賀チームどうぞ。仲良しやん。あ、はいはいはい、はい、もう滋賀チームは決まりました。はい、ではせーので、どっちやったか出してくださいね。はい、行きますよ、せーの、じゃん。おー。ということで、ここ、はい、はい、ここと、じゃあ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 、こっちもらって、はい、ありがとうございます。じゃあ、山口・丸野ペア、飛田・松山ペア、じゃあ、このチーム分けで、今日は一日対決したいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速 VR に行きましょう。行きましょう。はい、レッツゴー。
VR スプラッシュバトルの前にやってまいりました。では早速対決に移っていきましょう。まずは山口丸のチームからは丸の選手、はい、はい、そして飛騨松山チームからは松山選手ということで、はい、ボートレーサー対決となります。だからまずはお二人がジョッキーの方々にこんなもんだよという手本を、はい、手本となるバトルを見せていただくということで、はい、初めてやけど初めてなんです。はい、練習もさせてもらえませんでした。何も教えてくれんかった。こっちも教えてくれんかった。はい、ひどい先輩本気ですからね。はい、オーミー牛取りに来てます。オーミー牛取りに来てますから。はい、じゃあそんなまずはボートレーサーの対決、では準備をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、松山選手は3号艇の1号艇が丸選手、はい、3号艇が松山選手です。では、よろしくお願いします。ではスロットルをしていただいて、はい、はい、さあ、いよいよ対決です。はい、レースは全部で最終。やばい、ここからもう先に進入していって、コミッターのエリアに入ったスロットルを受けるんだ。よっしゃ、タイミングが早すぎたり遅すぎたりするとペナルティがあるので気をつけるよ。いい取られた。よっしゃ、いい取られてる。なんか弱そうだよね、このトマト。インコースに3号艇松山選手、はい、インコースに準備はいいか。丸の選手で、はい、濃い赤に入ったら3カドです。スロットルを逃げるんだ。さあ、うち2つがボートレーサー今だ。ちょっと遅れてませんか、大丈夫ですか。さあ、トップスタート丸の選手。さあ、1マークです。ナイスター。うわ、マジか。
見ていいですか。はい、皆さんが2号艇です。皆さんは何号艇で、僕は何号艇でも大丈夫です。お、かっこいい。1号艇です。はい、対戦メンバーはこちら。何号艇？1号艇です。トラボです。トラボで、はい、ではスロットルを押してください。はい、1号艇、2号艇対決ですね。1号艇のトラボが、2号艇のトラボが、さあ選ばれし6名により注目のレースがいよいよ始まります。レースは全部で3周。さあ、まずはね、高度系の針が濃い赤のエリアに入ったらスロットルを投げるんだ。タイミングが早すぎたり遅すぎたりするとペナルティがあるので気をつけるように。これはオールスロー？そんなこともオールスロー、さあ、1号艇が準備はいいか。濃い赤に入ったロスになりました。オールスローです。VR スプラッシュバトル対決終了いたしました。初の VR はいかがでしたか？楽しかったです。ほんまに？ほんまに？上手でした。上手ね、素晴らしかった。で、もちもちも初でしたけど、本物より難しかった。リベンジしたいぐらい。したい。負けましたからね、前回ね。はい、で、アロン選手はさすがでしたね。はい、ありがとうございます。はい、ただの酔いでした。ただ酔い。ちょっと、船酔いならぬ VR 酔い。はい。そして、田口さん、はい、お疲れ様でした。ちょっと、VR がちょっと弱いちょっと足を引っ張ってきた。なかなかゴールまで。はい。でも、結構リアルな感じで。すごいと思います。最後まで頑張っていただきました。はい。では、結果発表をお伝えしたいと思います。山口丸のペア、はい、合計タイムは2分51秒78。お疲れ様でした。そして、ひな松山ペア、2分25秒83ということで、第1弾の VR スプラッシュバトル対決は、ひな松山ペアの勝利。ありがとうございます。いや、でも対決はまだこの後ございます。続いてはペアボート対決ですから、はい、ペアボート対決へ、はい、レッツゴー、はい。
心得てるわ心得てるわそして最後にお知らせです、ボートレース琵琶湖では8月20日から23日まで佐賀競馬杯が開催されます。今回特別番組に出演いただいた松山翔吾選手をはじめ、佐賀支部からは5月にボートレース多摩川で行われたボートレースオールスターで SG 初輸出初優勝を飾った佐田松勇樹選手、他にも遠征陣では桐生純平選手や吉川元博選手など SG レーサーも出場予定となっています。開催最終日の23日はイベント目白押しでファンの皆様のご来場をお待ちしています。ぜひ今年も佐賀滋賀コラボお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。